番が食べてみた12球団お土産編2024第12弾、ラストになりますが、西武ライオンズのライオンズ10万石まんじゅうです。お、10万石まんじゅう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 早口言葉みたいな、10万石まんじゅう埼玉本拠地とする西武ライオンズと埼玉県の銘菓、10万石まんじゅうのタッグによって生まれた商品でございます。はい、あんこ好きですか？好き。ね、ね、こしあんとつぶあん、これこしあん、俺こしあん派。おお、うん、何派？どっち？ちょっとつぶ、つぶあん、ちょっとつぶですけど。何、ちょっとってどういうこと？あの、こしあんも好きです。これ、買ったらちゃんとこうライオンズって入ってるからね。そうなんですね。うん、で今俺は勝手にもう S 取ったけど、 SLIONS。 どれどれ？ O。 おお。ほーい。おお。こういうのってね、絶対おいしいもん。うん。おいしいです。おいしいです。焼き印がついてるとまたね、おいしく。おいしいです。ありますね。うん。へえ。でもこれって。なんかもう、あ、まんじゅうだなっていう、なんていうの、特別なんか違った味をするわけでもなく、はい、うん、美味しいですね。ね、美味しいです、はい、特別感はないよね、まんじゅうも、まあまあ、そうですね、しっとりと、はい、でもあんこのこう、美味しい、風味がね、豊かです。あんこ好きはやっぱりね、ね、これはおやつにいいじゃないですか、ぴったりです。はい、で、お茶をねいただいて、それあれ、あの有名な有名なお茶、さやま茶です。え、いや、普通にやる、さやま茶じゃないです。普通のどうにでもあるいやいや、さやま茶にした方がいいんじゃない？ね、どこにでもある何パックのお茶です。さやま茶で流しとってもよかったんちゃうの？うん、さやま茶美味しいね。さすが演技できんねや。では採点お願いします。これお土産、他の11球団どんなやつやってたっけ？いろいろありましたよ。なんかあのラスクとか覚えてないな。あと四角いだし2023ほら違ってるやんか。10万石まんじゅう、まあまあまあ普通っちゃ普通やからな。まあそうですね、いいと思います。うん、特別こうなんかすげえっていうのは感じなかったんで、うん、まあ安定のってとこだよね。安定の、はい、はい、私は4つだと思ったけど上原さん、いや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 、ずるずる今の。ということでやっぱり3ついただきました。はい、ありがとうございます、はい。ご意見番が食べてみた2024グルメ編です。おい、何これ、新コーナー、新コーナー、おい、新コーナー。今日はですね、はい、球場で販売している各球団のお弁当を食べていただきまして、はいはいはい、まあ、これね、選手や監督がプロデュースしたお弁当なんですが、うん、それを上原さんが食べて、はい、これはアップ。あ、でもこれやったことあるよ、数お弁当とかある、あったよね、あるけど、うん、これ何が違うんだろうね。だから2024年は年が変わったからだ。変わったんです。2024グルメ編です。グルメ編、はい、ね、24、そう、はい、ということで今日はどこ、ドアラ弁当、中日、はい、コウスケ呼ぼうよ。あいつなら文句言えるあ、もうお弁当箱が可愛いね。可愛い、これは大人用じゃないんじゃない？ね、お子様用じゃないの、これって。いや、かわいいかわいい、かわいい、これ、うん、なんか文字、かコメントが書いてある。みんな違うの？あ、ジム違うの？あ、同じだ、一緒やん。なんやん一緒やん。上原さん、この文字、なんか書いてある。はい、ね、何かしら何かしら頑張ろうちょっとつなげたけど、はい、何かしら頑張ろう、何かしら頑張ろう。え、かわいい、これなんかスプーンもついてるっていうことは、なんか、ね、これね、確かに可愛らしい。
いやちょっとこれ開けるの楽しみじゃないですか。なんかこれ持って帰って、うん、ね、子供が幼稚園とかそういうちっちゃい子たち、うんうん、お弁当に持っていけんじゃない、うん、これいける。お弁当とね、お弁当箱として開けるで、開けるで、いっちゃっていっちゃうよ。どうやって開けんの。あ、硬いだけか。硬い、はい、かお子様ランチじゃないのこれ。ほんとだ、ほらこれさ、上原さんすぐ終わっちゃう。3口だな、ね、いやでもお子さん好きそう。いやいや、絶対お子様用でしょこれ。お子様用だ、絶対大人の男性が無理でしょ。うわ、どれから食べよう。全部ちっちゃい。あ、見て、割り箸ちいこい。ほんとだ、そっか。あ、これ本当にお子さん、お子様用ね。え、あ、スプーンはこれか。スプーン、このあ、スプーンもちっちゃいのついてる、こっちでね、うん、はい、そうだ、食べてください。食べてください。かわいい。いただきます。いや、俺ウインナーから。ウインナーから。うん、うん、懐かしい。うわ焼きそば、焼きそばだ、焼きそば大好き、具なし焼きそば。なんかちょっとチクチク今。おいしい、おいしい、おいしい。うん、なんでこんな、なんか好きなポイントついてきてくれるんだろう、なんかね。うん、嫌いなもんないよね。ね、うわ、チキンライスに唐揚げ卵焼き最高。うん、組み合わせ最高。いやこれでもお家にね、持って帰ってこれ食べられるんだよ、これで、うん、また絶対いいと思う、小さいお子さんがいる家庭は、ね、うん、ご意見番が食べてみた球場グルメ編、はい、中日ドラゴンズのドワラ弁当、はい。これってさ、2024だもんね、だから1回目ってことでしょ。はい、難しい。1回目ってほんと難しいよね。そうなんです、基準をどうするかだから。そう、ここで決まりますからね、なんかね。5があるやね、マックスやね。はい、最初は、うん、ごめん、うん、4つにしておきます。はい、高いですよ、はい、高い。っだって、まず美味しい、これは保証し、保証できる、うん、ただ、どうなんだろう、量ね、うん、まあ、でも完全にお子さんやと思う。そうですね、うん、うん、お子さん、まあ、お土産にもできるし、はい、いいとは思うけども、うん、まあ、難しいな。お子様用ってなるから、お子様全員っていうふうにできないから4でした。限定されるということで、そうで、味は本当に美味しかった、美味しかった、懐かしい感じがした。そう、はい、あと本当にお子さんにね、お土産でもいいですね、うん、全然いい。あのお弁当箱使えるしね、はい、はい、ということでドアラ弁当あっぱり4ついただきました、はい、次回お楽しみに。今日もごちそうさまでした。今日は大塚さんもね、はい、ご参加いただけるということで、はい、あの何のこっちゃか分かってないですけど。じゃあちょっとやりながら、ね、はいはいはい、はいはい